皆さんこんにちは、西川瑞希です。今回はじゃーん、ドラッグストアで久しぶりにいろいろお買い物してきたので購入品の紹介をしたいと思います。今回もなんかドラッグストアでいつも買ってるものだったりとか、あとはなんか新しく発売してて良さそうだなと思ったものとかを買ってみました。そしたらね、どれからいこうかな。まずパックから紹介したいと思うんですけど、こちらのキュレルのモイストリペアシートマスクです。これ最近すっごい好きで、もう毎日のように使ってるんだけど、すごいね、保湿もされて、私乾燥肌なんですけど、すっごく潤って、あとなんかシート、このマスクがすごく厚みがあって、もうひたひたに美容液成分がたっぷりと含まれていて、それがね、すごく良くて気に入ってます。で、この時期やっぱりこの季節の変わり目とかでもお肌敏感になっているので、これはすごく敏感肌の方にもいい、すごく優しい感じで作られているものなので、そこもすごくいいなと思ってこちらを最近よく使ってます。で、こちらはなんか肌荒れを防ぐ成分だったりとか、あと潤いを与えてくれるようなセラミドも配合されているから、そう、そこもいいなと思って、今は特に花粉の時期で本当に肌がね敏感になりやすいんですよ。で、ちょっとなんか乾燥してヒリヒリしちゃったりとか、なんかね、今は平気なんだけど痒みが出ちゃう時とかあるから、そういう時はなるべくこういう優しいものを使うようにしてます。で、あともう一個最近すっきりな薬局で買えるマスクはこちらのミノンアミノモイストウルウル美白ミルクマスクです。で、これはもう何個かな、5個ぐらい、なんか結構種類がたくさんあって、で、私はいつもはこの美白、今回美白にしたんだけど、美白じゃないものを使ってるんですけど、もう結構最近日差しが強くなってきて、すごくこう日を浴びることが多くなったので、そう、なんかこの美白がすごくいいのかなと思って、今回ちょっと美白の方を買ってみました。これはなんかすごくとろーっとしたミルク系の美容成分が配合されてて、すごくなんかこっちの方がちょっと潤うみずみずしくって感じなんだけど、こっちはすごくお肌をしっとりとこう滑らかにしてくれる感じで、このちょっと全然違うんですけど、こっちもすごく大好きです。で、これはあと紫外線の影響を受けやすい敏感肌とか乾燥肌と、肌荒れと美白を同時にケアしてくれるっていうものみたいで、すごいこれ撮った後に透明感もアップしてくれる感じがしてすごくよくて、あとこれも敏感肌、乾燥肌の方へなので、すごくね、お肌に優しく使えるものなので、お肌敏感だよっていう方はこちらとかこちらはすごくおすすめです。で、次に買ったのがこちらのビオレの、これね、ビオレの潤いミルクなんだけど、お風呂で使うクリームというか保湿乳液みたいなものなんですけど、なんかすっごい新しいなと思って、で、これはお風呂から出る前に軽くこう水を払って、それでこれを塗って、で、もう濡れた肌に塗っていいみたいなので、全身的にもう塗って、で、それで上がったらタオルで拭くだけで洗い流しをしなくていいっていうみたいなんですけど、なんかミルクが水に溶けて、で、角層までたっぷり浸透してくれるみたいです。で、最近なんか乾燥の時期で、このお風呂上がりとかにちょっとこう乾燥してヒリヒリっとしたりとかするなと思ったので、お風呂上がりすぐに使えるものが欲しいなと思って買ってみました。で、これね、あの匂いがついてるやつもあったんですけど、私は無香料のものを選びました。この後にいつもはマッサージしたりとか、あと香りのついてるクリームとか、あとマッサージ用のオイルとかも香りがついてたりするので、そう、こっちはちょっと無香料にしようと思ってこっちを買ってみました。え、どんな感じなんだろうね、これ。すごい、あとシアバタープラスワセリンが配合されてるみたいだから、潤いが続きますっていう風に書いてあるから、保湿してくれそうな感じ。素肌と同じ弱酸性、顔にも使えるんだ。うん、すごい良さそう。お風呂上がりにすぐ使えるっていうところにすごく惹かれて買いました。そしたら続いてはこちらのロージーローザのソフトコットンシート
て、なんかこれはいろんなのに使えそうだなと思って買ったんですけど、なんかまあクレンジングだったり、なんか拭き取りとか、あとネイルオフ、あとタオル代わり、顔洗った後にこう拭いたりとか、いろいろ使えそうで、で天然コットン 100% みたいで、そう、乾いたままでも濡らしてでも使えるので、メイク落としだったり拭き取りとか、あとスキンケアとかにもいいみたいです。ちょっと開けてみよう。やっぱこういう使い捨てができるものって衛生的にもいいし、あ、結構大きいのかな、あ、2個取っちゃったこれぐらいです。切ってなんかコットンパックみたいな感じにも使えそうだし、なんか顔拭くのにも十分、あと厚さもしっかりあるので、なんかすごく薄すぎる感じもなくて、しっかりした感じで良さそう。あと肌当たりもすごく優しくて、なんかお肌にも優しく使えそうな感じです。なんか最近顔洗った後とかはなんかクレンジングタオルとか売ってると思うんですけど、そういうのとかで顔を拭いたりしてることが多いので、これもそんな感じで使えそうだなと思います。あとこうやってティッシュみたいに取れるのがすごく楽ちんでいいなって思いました。おすすめ。はい、そしたら次はこちらのネイルコートグロッシーで、ベースコートネイルカラーなんですけど、なんかこれは地爪をこう綺麗に見せてくれるみたいなネイルで、なんか2つタイプがあったんだけど、私はこのプルンと艶やかグロッシー仕上げっていうやつを選んでみました。なんかね、もう今も使ってないんですけど、いつもはネイル塗ってるんだけど、塗らない日ももちろんあるので、そういう時にこう少しでも綺麗な爪でいられたらいいなと思ってこれを買ってみました。で、ビーガンケラチン配合で爪にも優しく使えるみたいなので、そう、これも良さそう。こんな感じです。なんか生まれつき地爪が綺麗みたいな仕上がりになるみたいだから、ちょっと塗ってみます。ほんとだ、なんかツヤがすごい出ていい感じ。やっぱなんか爪も乾燥しちゃうから、何も塗ってないよりもやっぱこう透明な感じでも塗ってあった方が全然綺麗。じゃん、こんな感じ、ツヤツヤ。やっぱ塗ってない方と比べたら全然違う、ツヤが。うん、いい感じ。なんかこうシンプルに何も塗らない日とかはこれを今後は塗っていこうかなって思います。はい、そしたら続いてはこれ、驚きの毛抜きって言って書いてあるんだけど、何これって思うと思うんだけど、すっごい小さいの、もうミニサイズで、多分私が今まで見た中でも結構な小さいものかなと思うんですけど、私はなんかこれ毛抜き用じゃなくて、このまつげをこう整えるのにいいなと思って買ったんですけど、こう携帯用、携帯できるようにこういう入れるやつもくっついてるので、ポーチとかに入れといてもかさばらなくって良さそうだなと思いました。ちっちゃいで、私結構この最近まつげをこう束に作るのが好きで、マスカラ塗った後にこういうピンセットでこう束をこうやって作っていくと、スッと綺麗なまつげになるので、それやる時にこの小ささがすごく使えそうだなと思って、あともちろんこの毛抜き、眉毛とかちょっと整える時とかもすごくこう掴みやすそうだから良さそうです。一度掴んだら逃さないって書いてあるすごい。細い毛や太い毛も途中で切り抜くスムーズに抜くことができますみたいです。いい感じ。なんかちょっと小さいこういった携帯用のものを探してるよって方がいたらすごくおすすめです。はい、そしたら次はこちらのメイベリンのメイベリン初2 in 1ブロー眉ペンシルとね、これマスカラがセットになってるアイブローペンシルマスカラだったんですけど、新しいと思って、これすっごいいいじゃんと思って買ってみました。で、見た目はこんな感じで、で片方が
この各方になってて、色もねしっかりちゃんと出てくれるので、こんな感じ。結構細い線もすごく描きやすくて、あとスッと滑らせるだけでちゃんとしっかり描けたので、そこも描き心地もいいなと思ったんですけど、でね、反対側に見て、じゃーん、こんなに細い眉マスカラがついてて、これ便利と思って、もう両方叶うので、もう描いてそのままこれでスッスッスッって眉毛カラーマスカラできるので、すごくいいなと思って買いました。で、色もいくつかな、5個ぐらいなんかあって、で本当はねピンク系のカラーがあって、そのピンクの色味がすっごく可愛かったので、それもいいな、これ欲しいなと思ったんだけど、なんか人気なのかそのピンクは全部売り切れちゃってなかったので、私はねダークブラウンっていう普段使いやすいカラーを選びました。で、結構髪が明るい方とかにも良さそうな明るめのカラーとかもあったので、ちょっとね、こういうの探してるよって方がいたら、ぜひぜひ見てもらいたいなって思います。本当にこの描き心地もよくて、私はこう一本一本毛をこう毛流れというかさっさっさって描いていきたいタイプなので、この細いこのペンシルもすごくいいなと思いました。はい、そしたら続いてはエクセルのリップを買いました。これはトリートメントリップで、すごくなんかツヤがすごく綺麗だったので、あとツヤも綺麗なんだけど発色もすごくしっかりと出てくれるようなタイプで、すごく可愛かったので買ってみたんですけど、濃厚密着バームのトリートメントリップで、4種のセラミドアルガンオイルが配合されてるみたいです。で、これも色はすっごいたくさんあったんですけど、その中でもすごく悩んで、私はね、このカラーを買ってみました。手にのせるとこんな感じ、ちょっとくすみな、何色？くすみピンク？くすみパープルっていう、なんか絶妙なちょっとヌーディーな感じのカラーなんですけど、ちょっと塗ってみます。すっごいツルツルっていうか、ツルツルって感じで塗れるカラー、こんな感じです。かわいい、この色、絶妙カラー、すっごい大好きな色味です。結構なんかね、ベージュ系というかブラウンっぽい感じとすごく悩んだんだけど、これすごいいい感じ。なんか春もやっぱりなんかちょっとくすみの色をメイクに使うのが結構好きなので、これは春服とかにもすごく使っていきたいカラーだなーって思います。なんか他のカラーもすごい欲しくなっちゃいます。続いてはじゃーん、 UV イデア XL プロテクショントーンアップを買いました。なんかいっぱいおまけがたくさんついてる、これはね普段からもすごく使ってて、で敏感肌の方とかでもすごく使いやすい化粧下地なんですけど、あの SPF が50プラスで PA もプラス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 たくさん入ってるので、これからの時期にもすごくおすすめなんですけど、なんかいつもピンク系のカラーを使ってたんだけど、今回はちょっと違う色の方のものを買ってみました。パールホワイトのカラーだったんですけど、くすみをカバーして明るさをプラスしてくれるっていう方を買ってみました。どんな感じなんだろう、いつもちょっとピンク系だから、なんかこの色味がちょっと新鮮かも。こんな感じで、見た目はちょっと白いんだけど、あ、伸ばしたら全然普通に馴染みました。こんな感じ、うん、本当だ、いい感じにトーンアップしてくれる。なんかすごいこれはね、塗り心地も軽いし、なんかみずみずしくて、本当に乳液をつける感覚で下地までつけることができるので、そこがすごく気に入ってます。で、これは紫外線などの外的要因からお肌を守ってくれて、で、シミとかくすみをカバーして明るい印象のお肌にしてくれるっていう化粧下地です。
日焼け止め乳液としても使えるので、なんかすっぴんで過ごしたい日とか、お家で1日過ごす日とかもやっぱ日の光は入ってきちゃうので、お家いる時でもこれだけ顔にバーって塗っとけば、それだけで日焼け対策になるかなと思うので、やっぱ一番日焼け、この日の光が一番お肌にとっても良くないので、一応ね毎日私は日焼け止めを塗ってるんですけど、そういった感じで日々使っていきたいなと思える、これは日焼け止め乳液かなって感じです。なのでこれはすごくおすすめの一つです。で最後はこちらのメラノ CC 薬用シミ集中対策プレミアム美容液です。これはよくなんか SNS とか、まあ、雑誌とか、まあ、いろんなとこですごく見てて、でなんかすごく人気というか話題になっていたアイテムだったので、ずっと気になってたので、そう気になってたけどなんか買ってなかったので、今回見つけたのでちょっと買ってみました。でこれは3種類のビタミン C 誘導体が配合されていて、そうなんかちょっと気になる部分とかを集中的に角質層の奥までこう浸透して、そうメラニンの生成を抑え、シミ、そばかすなどを防いでくれるみたいな感じみたいです。シミ、ニキビを防ぐって書いてある。でなんかこれは今まであったののまた新しいバージョンなのかな、新登場って書いてあるんですけど、濃密な一滴って書いてある。こんな感じです。良さそう。先はこんな感じになってて、あ、なんか思ってたと感じと違う。すごい透明なんだ。見えるかな？ここ？こんな感じ。もうほんと透明で、多分チョンってつけてくるくるみたいな感じでいいのかな？良さそう。うん。匂いはそんなない。多分気になるとこだけでいいのかな。鼻周りとかちょっと赤みが気になった時とか、ここら辺だけとか、あとなんか意外と眉毛のところとかもなんか乾燥しやすかったりするし、なんかそういう、あとシミかな、シミとかそういうのが気になるところに塗るのがいいのかな。でお化粧水等でお肌をなじませた後に、手のひらにとって気になる部分、または、あ、顔全体になじませてください。あ、全体でもいいんだ。これビタミン C 系のこういうものを使うと本当にお肌がパッと明るくなったりとかするので、私は結構ねこういう美容液、ビタミン C の美容液をよく使ってるので、これもちょっと今後使っていきたいなと思います。はい、こんな感じで今回はちょっと久しぶりにドラッグストアの購入品の紹介をしてみました。なんか今回もねいろいろ買ったんですけど、本当に普段すごく日々使えそうなアイテムからちょっと新しくて気になったものまでいろいろ買ってみたんですけど、本当にどれも良かったのでこれから使っていくのがすごく楽しみです。でパックとかはね本当にこれおすすめで、私も最近毎日のように使っているので、なんか新しいの探してるよって方いたらぜひぜひ使ってみてほしいです。こっちのねミノンの方のマスクは結構ヘアメイクさんも持ってきてくださること多くて、撮影前とかにも使ったりしてます。でこれはよくねお家でも私が好きで使ってるんですけど、夜とかも寝る前とかに塗るとすっごい翌朝までしっとりしてくれるので、これもすごくおすすめです。あとコスメもすごく可愛い、リップも可愛かったし、あとアイブロウもすごく新しくていいアイテムだなと思ったので、ぜひ気になるものがあれば皆さんもチェックしてみてください。では今回も最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では西川瑞希でした。バイバーイ。